皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。新作の部屋のサクでございます。F1 ニュースの時間です。ということで、昨日ですね、F1 のプレシーズンテスト1日目が開幕となりまして、2024年の F1 シーズン、ついに始まってきたなという実感が湧いてきました。非常に楽しみであります。で、昨日ですね、速報動画といたしまして、V カーブ01、角田裕樹のマシンを見て、おや、サイドポット違うよねという動画を公開いたしました。非常に多くの皆さんにご視聴いただいております。本当にありがとうございます。本日なんですけども、V カーブ01のご先祖様といいましょうか、今回ね、規則で許される範囲までコンポーネント、レッドブルのパーツ使ってますよという V カーブ01なんですけども、その親である、お姉さんである、レッドブルのRB20 のマシンがついにプレシーズンテストで正式にお目見えしました。今回はですね、このレッドブルの RB20 に関して秘密とされたあのサイドポットインレッド、革新サイドポットの秘密がついに明らかになったということで、本日動画の方を作らせていただきました。まずは本日のニュースに行く前に、昨日のレッドブルの大躍進についてお話ししたいと思います。正直言うと、レッドブルの大躍進、悔しい気持ちでいっぱいです。どうせなら V カーブ01が大躍進してほしい。でもまだ手の内を見せていないと思います。まずは今回の RB20 に関して、マシンが大幅に変更されました。しかし、このマシン大変更のレッドブル、まさかの資格なしなのかということです。それはどういうことかと言いますと、後続に大差をつけるフェルスタッペン、トップタイムをマークということで、もちろんこのプレシーズンテストっていうのは誰もが本気で走ることはありません。タイムなんてほぼほぼ関係ありませんので、そういったところはまあ皆さんご理解いただいていると思うんですけども、新車の発表会の時に隠された秘密も明らかになったということで、今回それが一番のニュースになっていました。それでは具体的に見ていきたいと思います。まずはこちらをご覧ください。水平垂直の2箇所、レッドブル RB20 秘匿されたインレット、革新サイドポットの秘密が明らかにということで、プレシーズンテストが開幕を迎え、またシルバーストーンサーキットでのシェイクダウンの際の画像が公開されたことで、今回レッドブルの2024年型 F1 マシン RB20 に隠された秘密が一つ二つと徐々に明らかになってきました。エイドリアン・ニューウェイとピエール・ワシェ率いる技術チーム、昨年のレッドブルの支配的な競争力にはまだまだ満足いかず、ダブルタイトル3連覇を狙う今季のシングルシーターにいくつかの革新を持ち込みました。後で具体的に比較していくんですけども、新車発表で特に注目を集めたのは、昨年型のメルセデスに類似するエンジンカバーとサイドポット。ライバルがこぞって先代の RB19 を真似する中、レッドブルはサイドポットのリーディングエッジを前に引き伸ばして、エンジンカバーのショルダー部を大きく盛り上げました。それでは復習です。こちらの画像をご覧ください。内部に冷却システムを格納するのがサイドポット。この最前部にはこれまで水平で横長のラジエーターダクトが設けられていたんですが、 RB20 にそれらしきものは見当たりませんでした。代わりにサイドポットのアンダーカットに垂直、そして縦型のダクトのような存在が確認されました。それがこちらです。先代モデルの吸気口周りはその下が上向きのシャベルのような形状をしています。だが新型はそのシャベルが上下反転したような形となって、垂直ダクトの存在もあってか、従来の位置から水平で横長のダクトが取り除かれたかのようにも思われました。しかしながら水平ダクトは健在だった。ただしそのサイズはかなり小さく、そのため小型化に伴ってもう一つ垂直のダクトを追加したように思われます。つまり RB20 のラジエータダクトは2箇所に分割配置されている可能性があるということです。しかし以前にもお伝えしましたが、垂直ダクトと思わしき存在というのはフェラーリの2023年型 SF23 で見られた次世代 S ダクトに似たソリューションという可能性もあるので、それとも異なる第三の目的を持った新しい処理という可能性も残されていますね。今回の RB20、冷却性能が非常に気になるところなんですが、昨日のプレシーズンテスト初日の午前、マックス・フェルスタッペンは問題なく周回を重ねて、後続にコンマ7秒以上の差をつけ、タイムシートのトップに立ちました。そしてもう一つはこちら、RB20 のヘッドレスト後方に位置するダクト、この緑色の印の部分をご覧ください。興味深いですね。昨年のメルセデス W14 によく似たキャノン型ショルダーへとつながるヘッドレストの後方に、このような吸気口が設けられていることが分かりました。
これはレンダリング画像では分からなかったことなんですけども、果たしてこれがどのように機能するのかというところですね。プレシーズンテストでしっかりと確認されていることと思いますが、情報が待ち遠しいです。マックス・フェルスタッペンは相変わらず順調な走りを見せております。昨日はフェルスタッペンしか走っておりませんので何とも言えないんですが、やはり今日以降セルジオ・ペレスの動向も気になるところであります。振り返りですけども、近年の F1 マシンというのは信頼性は非常に高いんですね。各社ともシェイクダウンのみを終えただけで持ち込まれたにもかかわらず、今回のプレシーズンテスト開始と同時に走行をスタートして、みんな精力的に周回を重ね始めました。昨日のプレシーズンテスト1回目2回目を見て、ハースが少しねちょっと調子悪いところがあったのと、ピアストリのマクラーレンが少しね部品吹っ飛ばしたっていうのと、あとはアルボンが電気系統のトラブルなのかな、まだ正式に、この動画を撮ってる最中はまだ正式な原因が分かってないんですけども、アルボンも途中で止まってですね、セッションイエローフラッグが出るというハプニングもありましたが、それ以外に特に問題はありませんでした。まあ、我らが角田裕毅のビザキャッシュアップ RB F1 チームも特に問題なく終わって、まあ、後でね、ご紹介しますけど、いや、後でというか、今ご紹介しましょう。角田裕毅選手、本当に素晴らしいマシンになったとコメント残しております。これはですね、また、後ほど、角田裕毅選手の大特集の動画で組みたいと思いますので、このあたりはまたぜひお待ちいただければと思います。今回の動画はベールに包まれていたレッドブル RB20 のサイドポンツーンの姿が明らかになったという動画だったんですけども、まあ、発表会の段階でね、サイドポンツーンの前の端っこの開口部どのように開けられているのかっていうのは不明だったんですが、噂されていた縦方向の開口部だけでなく横方向にも薄い開口部が設けられていたのが確認できたと。これが今回の見どころですね。今回はレッドブルの RB20 サイドポンツーンに注目してみたんですけども、まあ、2つの開口部があって、そのうちの1つはシャシー側面に薄く垂直に開いているということで、まあ、シャシー側面に沿った垂直の、まあ、こういった空気の流れっていうのはフェラーリが昨年のシーズン開幕から使っていたバイパスダクトっていうのが思い出させられるかなという感じですね。ちなみにこのバイパスダクトといいますか、この垂直に開いているこの状態っていうのは、垂直インテークから入った気流が横長のインテークから入った気流と合流してサイドポンツーン内のラジエーターやクーラーの冷却を助ける、そういった役割があるんですけども、いや、それともフェラーリが狙ったようにより空力的な目的があるのかどうかっていうところですけど、現段階ではこれ分かりませんからね。いやー、何を考えてるんでしょうかね、エイドリアン・ニューウェイ本当に、いや、すごい、やっぱ天才やな。これがもし本当にレッドブル圧勝したらマジですごいからね。本当にこれでまたね、レッドブルが圧勝してメルセデス完敗みたいな昨年と同じ構図になったら、いや、本当すごいと思うわ。これが今回の動画のメインとなります。昨日の動画でもお伝えしたんですけども、今回はメルセデスがレッドブルに近づこうと頑張って、でも近づこうとしたレッドブルがなぜか、え、俺たちメルセデスに近づいてるやんと。この RB20、かつてメルセデスが使用していたゼロポッドコンセプトを彷彿とさせる縦長の開口部を設けましたんで、これは本当にね、メルセデスからしたら、って感じですからね。みたいな、そんな感じになるわけなんですよ。でもレッドブルですからね、いやー、完全なメルセデスと同じということはしてこなかったですね。さすがでございます。ちなみにこのヘイローの付け根に2つの開口部が設けられているというのは、現代の F1 においてはエンジンカバーやサイドポンツーン内部の気流コントロールも非常に重要とされているためです。上から見ますとエンジンカバーに設けられた段差がマシン後方に気流を導くウォータースライダーのような形状になっていることもよくわかります。2つの穴から入った気流がエンジンカバー内で冷却に使われた後、ビームウィングに吹き付けられて空力的な効果を生んでいる可能性もあるということですね。今年2024年のレギュレーション変更でシャシーにドライバー冷却用の開口部を追加できるようになったので、レッドブルはカーナンバーの両脇に小さなシュノーケルを2つ設けていることも確認できます。これがそちらの画像なんですね。しっかり新車を仕上げてきたこのレッドブル、もしかするとこの2024年も圧勝なのかもしれませんね。しかしながら角田裕毅を忘れてはいけません。角田裕毅、今年はね、正念場の4年目ということなんですけども、ビザキャッシュアップ RB F1 チームで何かを成し遂げるとレッドブル昇格の夢も叶うかもしれません。しかしやっぱりレッドブル、レッドブルというよりも F1 に居続けてほしいですよね。いつか必ず夢は叶うと思う。レッドブルに行ってる姿が私には見える。でも来年なのか再来年なのか、それは分かりません。
角田裕毅選手の活躍を待ちたいと思います。本日はですね、プレシーズンテスト2日目となります。おそらく特段何も変わったようなことは起きないと思います。一番変わったことが発生するのは明日のプレシーズンテスト3日目です。3日目思いっきり集中して、今日も思いっきり集中して見るんですけども、1日目2日目でデータを取って最後のプレシーズンテスト3日目に集大成のテストの仕上げということになりますので、マシンが仕上がっていくシーンを見ていくのが我々 F1 好きにとっては最高の瞬間であります。そして来週は開幕戦ということで、いやーバーレングランプリの特集も組みますんでね、はい、いやもうこれから楽しみな1年が始まります。そしてあっという間にアブダビグランプリを迎えそうな気がするんですけども、皆さんと一緒に1年間角田裕毅を応援していこうと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。それでは皆さん、学校、会社、お気をつけていってらっしゃいませ。そして夕方夜ご視聴の皆さん、お帰りなさいませ。本当にお疲れ様でした。本日もご視聴ありがとうございました。新作の部屋のサクでした。